類はその走るだけの機能を持った自動車ではないっていうのが25年ぐらいに関わって見えてきたんですけど、電気を走るだけじゃなくて使える、それと東北の震災を重ねるとですね、3日間4日間ね、町中村中真っ暗、あんな怖いことはなかったろうと思うのね。そういうのを考えると1台の電気自動車がですよ、元気をつけられる、電気で元気ってタイトルなんですけど、 EV がエンジン車の代わりだけだと思わないで、ソーシャルなね存在として EV が広がっていってほしいし、多分そうなると思う。新しい社会を作っていく上で EV はとっても役に立つ。再生電池を作った一番の目的は、いろんなお客様に安心して使っていただくために、手頃な値段で、再生電池を提供したいと。そもそも浪江町に我々拠点を、まあ、選んだというのは、浪江の町づくりと日産自動車とかホーアレーナ人がやりたい町づくりも同じだったんですよね。まずは電気自動車をたくさん入れようじゃないかと。それでたくさんの廃電池が出てきたものを再生して、再生可能エネルギーのサポート、まあ、普及につなげていくんだ。このサイクルをぐるぐる回していくってことを浪江町もやりたいことだし、日産自動車もホーアレーもやりたいことだったわけですね。ですからこの事業を成功させて、町づくりも成功させて、町の復興に貢献していきたいと考えています。EV 普及頑張るぞ。頑張るぞ。